シャニワールワーダーシャニワールワーダーは、インドのマハーラーシュトラ州、プネー県の都市プネーにある宮殿。シャニワールワーダーとも呼ばれる。かつては、マラーター王国の最小の住む宮殿でもあった。城壁宮殿の池1730年1月10日、マラーター王国の最小であったバージーラーオは、プネーに、自身の宮殿の造営を開始した。この日は、土曜日、つまり、シャニワールであったので、 シャニワール・ワーダーと呼ばれるようになった。七百三十二年一月二十二日の土曜日、シャニワール・ワーダーは完成し、ヒンドゥー教に則っ,った、春行の儀式が開かれた。また、この七階建ての壮麗な巨大な宮殿の総工費は、莫大なものであったが、当時の最小の権威は王をしのぐほど、絶大だったので、たやすいことであった。七百五十八年までに、この宮殿には、 最小以下1000人が居住していた。1818 18年6月、第三次マラーター戦争の結果、最小バージー・ラー・オニ世はビトゥールに追放され、イギリスがこの宮殿を管理することになった。1828年2月27日、宮殿の内部が火事になり、7日の間燃え盛った。宮殿は燃え尽き、現在は城門と城壁を残すのみになっている。デリー門。 ありがとうございます。